卸業者で作る協同組合金沢問屋センターで2年ぶりに合同の新入社員歓迎式が開かれました。機械器具や繊維品など107の卸業者が加盟する金沢問屋センターでは毎年合同で新入社員の歓迎式を開いています。去年は新型コロナの影響で開催できませんでしたが、今年は会場を広くし13社の新入社員60人のうち参加人数を半分に減らして2年ぶりに開催しました。歓迎式では吉田蓮さんが逆風に負けずチャレンジ精神を持って全力で業務に取り組みますと決意を述べました。不安な気持ちもいっぱいですけど、会社の役に立てるように頑張ろうと思いました。早く技術を身につけて先輩方に追いつけれるように頑張りたいと思います。一部の企業では今月7日から合同の新入社員研修が始まるということです。